うん、大地のエレメントを手に入れたの、早速長老に報告と行くか。あんなにたくさんの魔物がいる祠から大地のエレメントを手に入れたのですか。すごい。人間ってやっぱりすごいですね。きっと長老もびっくりしますよ。おお、大地のエレメントを見つけたのですな。まだ若いのに、その力と勇気は立派ですじゃ。その調子で残るエレメントを探すのなら、この次はゴングル山へを目指すと良いですじゃ。ゴングル山にメルタという男がおります。ピッコルの中でも剣を鍛え直せるのはヤツしかおりません。ヤツに頼めば折れたピッコルの剣を新しく作り直してくれるでしょう。わしからも頼んでおきますじゃ。気をつけて お行きなされ。え、はあ、そこをお進みくだされ。森を抜ける近道ですじゃ。かたじけない長老殿。では早速ゴングル山へ向かせてもらうとしよう。じゃゴングル山行こう。長老の寝室じゃん。あ、ここで戻れる。あー、戻る気はなかった。こっちに行きたかった。緑の服に不思議な帽子。君ひょっとして大地のエレメントを手に入れた人間のリンクくんじゃない。やっぱりそうだ、噂聞いてますよ。アイテム発明家のベルタ。地震のせいであちこちが見せる。あ、もつもつ、いいものをあげる。きっと役に立つと思うよ。ボム袋。ひん、サンキュー。また使った感想聞かせてね。聖なる力を携えし者よ。風の翼のしるべとなら。おお、なんじゃなんじゃ、爆発したぜ。小僧、石碑のあったところ見てみるのじゃ。地面に何か印のようなものが書かれておるじゃん。これは一体なんじゃろうな。味にはさっぱりわからんの。まあ私の予想だと、なんかアイテムを手に入れた時にワープできる場所ということでしょう。赤い殻だ、赤い殻だ。貝殻こんなになんか手に入っていいのか。うえ、出て出て。あ、 R もう一回押すとすぐにちっちゃくなれるのね。見て見て、このかけら。今までこんな形のかけら見たことある？幸せのかけらのこと知らないの？じゃあかけらを手に入れたらまた来てね。何幸せのかけらって。あ、ちょ、爆弾置いちゃった。すまん、家を破壊してしまう。貝殻20個。まあ、何かと交換できるんだろうね、貝殻はね。南ハイラル平原で、あ、ゴングリアルマーによるメルタとかいうピッコロに会いに行くんじゃろ。じゃあその前に一度ハイラルの町へ寄ってみんか。なるほどね。じゃあやってみます。あ、猫じゃないの。さあさあ、お立ち会いたっぷり幸せを集めましょう。ぴったりくっつくととびっきり良いことがあるという幸せなかけら。その幸せなかけらを手に入れるかけら袋を無料でサービス中。無料で？君にもお二つあげちゃいましょう。ああ、サンキュー。中身を見れるぞ。ハート。幸せのかけら同士をくっつけることをかけら合わせって言うんだよ。かけらとかけらがぴったりくっつけば幸せが舞い込んでるって話さ。一つ入れておいたから早速かけら合わせしたか。かけら合わせを従っている人は今の僕のように見えるよ。かけらを選んで A でかけら合わせをするよ。はいはい、 L を押すのね。かけら合わせをする画面に入るからね。ああ、はいはい。おう、2つのかけらはぴったり合わせた。何かいいことあるかな。あ、入れるようになるってこと。はあ、それで OK。 さあこれで君にも僕にも幸せがやってくるかもね。ああ、なるほどね。でさっきのピッコル、かけらあるんだって言ってたピッコルも、そのリンクが片方を持っていれば、あの人とかけらがぴったりくっつくかけらを手に入れていれば。かけらって何回言えばいいんだ。爆弾2個置いちゃった、もったいな。私はハイラル1の剣の使い手、鉄心。ありがとうございます。回転斬りってこうやって覚えるのか。お主が今持っている剣ではこれ以上の修行はできない。あ、
じゃあ、あのピッコルの剣が手に入ったらまた来ます。猫ちゃん、猫し、にゃーご。コッコたちが逃げ出した。はいはい、25秒以内に庭以上お願いね。家の中に入ったら街の外まで出した。こういうこと、金色。なんで、なんでなんで、いや、ちょ待ってよ。金色ダメ。あ、こうやって一回投げて、やってやって、はい、放つと。あと一匹。なあ、ちょっと待ってよ。そんな、逃げるなんて知らないじゃない。もう一回。やります、やります。はい。金色のやつ。はいはいはい、こうして。こうやって、こうね。はいはいはい。あんたね。もう一匹金のやついるのかな、もしかして。な、幽霊いるんだけど、というか。終わり？あ、まだいるわ。金またいた。金なんなの？俺ね、貝殻10個。はいはいはい。70ルピーもらった。いいことするとすがすがしい。お金がもう、マックスなんだよね。お金がね。もったいないんだよね。幽霊。デロデロバー。怖くない？何を言うとんの？あんた。まず、買って、もう一回、やるみたいな。え？あ、これあれじゃない？あ、もう装備してた。え？特に何もない。なんで？靴だ。いらっしゃいませ。レムの靴屋へようこそ。不思議なことに眠って起きると靴が出来上がっている。それあれじゃないの？ここでしょ。やっぱりね、ピッコロが作ってるんでしょ。素晴らしいね。なんと人間が使う道具までもがエントランスになっておるとは。ピッコロたちもああ見えてなかなかしたたかじゃばい。これそこにいるのに。一旦靴を買わないといけないのかな。まあいいか。え、靴動かす時が来る。くん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 、美味しそうないい匂いじゃんの。試食とかやってないんじゃろうか。お主ちょっと聞いてみてくれ。試食できませんか。美味しくないあれ。何しようかな。じゃサンドイッチかな。あ、レジこっちか。いらっしゃい。ベーキンとパウダーのパン屋へようこそ。パンの中に素敵なラッキーが入っているが、知れない山形パンは、あ、サンドイッチじゃないんだ。60。ちょっと待ってね。ちょ、60と40でもう終わりなんだけど。100ルピーしか持ってないんですよ。まあ、仕方ない。山形パン買いますか。じゃあ買います。パンの中に幸せのかけらが入ってた。へえ、そんなん入れるな。硬そう。買います。ハズレみたい。あ、ハズレとかあんの。もうルピないよ。ルピちょうだい。でもな、なんかもったいないんだよな。ここ130ルピとかもらえたりするから。50秒以内に5は。あ、もういる、いる位置が変わってるのか。嘘。こんなん無理じゃない。いやー無理。9秒。これはさすがに。んー、いけるか。あ、いけそう。オッケー。よし。危な。金色取ってる暇なかったな。30個。50ルピー。爆弾買いたいな。あ、爆弾。爆弾ください。爆弾10個30ルピー。買う。多分ですね、草木とかを買ったらあると思うんだけど、
とりあえずね、こんにちは。あ、これ？あれ？違った。騙された。ん？なんだここは。え？え？俺は泳げるようになったらまた来る場所だな。多分あのちっちゃくなったらこの花みたいなところから行けるようになるんだな。頼りなさそうなヒゲのおっさんちゃんの部屋の雰囲気も何やら怪しい感じじゃわい。うん、私が町長を務めさせていただいておりますハーガーです。タンクトップ町長であるからして普段はもうベリー忙しいわけですが、私のホビーがこのマスク、お面集め、ムジュラじゃん。あ、そういうところもなんかこうオマージュというかクスッと笑えるところを入れているってことかな。どこかで小さくなれると思うんだけどな。こんなところに幸せのかけらが。これもなんかアイテム手に入れたらこれをもうどかせるか持って捨てるみたいなことができるんだな。うん、無理だもんね。ここは？あ、ダメなんだ。爆弾じゃないんだここ。へえ。いいことを教えてやろうかの。タンスやなんかは動かせるんじゃぞ。他にも押したり引いたりたくさんあるが、何をしても若いうちは試してみることじゃ。おお、あ、上に行ける。しかもちっちゃくなったら、ここでちっちゃくなれる？無理か。どこならできるんだろう。まずはいろんな人と掛け合わせをしてみることだ。従ってる人は結構いるぞ。そうなんだ。一人でくつろぐ。俺はそんな俺が好きだ。いや、いいと思う。そういうのは。心構えだね。私はナルシストなんて言わないよ。自分のことがね、好きなことは大切なことですからね。ここがお主の家か。なかなか立派な住まいじゃの。で、わしの部屋はどこかな。いや、もういらないでしょ。帽子あれば。あ、じいさん。おじいちゃん。おじいちゃん。おリンク頑張っとるか。もし疲れているなら2階で休むといい。わしも今は魔物退治用に兵士たちの剣や剣をたくさん作らねばならんのだ。はいはい、頑張ります。ああ、ここがお主の部屋か。すなわちこれからはわしの部屋にもなるわけじゃない。まあ、ベッド2つあるしね。休みます。休んだらなんかイベント起きたりしないかな。ああ、よく寝たの。さあ元気もりもり頑張っていくぞリンク。体力回復するだけか。まあいいか。体力がね、めちゃくちゃいっぱい、20個ぐらいになった時に、ここに来てね、こう一気に休むみたいな、そういうのもありかも。と言いますところで、今回はここまででございます。まあ大地のね、エレメントも手に入れまして、今度は、この左側のね、こう風のエレメントかな、のところに行くわけですけれども、果たしてどうなるのでしょうか。また見てねー。